これは県外の御用松、うん、そうですね、半県外ですかね、うん、安いからですこれ。そうそうそう、だからまあちょっとね、夏場今年長雨で、で急に猛暑が来てちょっと葉っぱやられちゃったんですけど、芽が元気でいるんで、ちょっと開削しようと。開削、開削、開削というかちょっとひどいんですよ、この枝が。こういうの出てたりとか、こういう下の方出てたりとか、一箇所から出てるんで、まあそれとなくまとめましょうという感じですかね。こっちもあるのかな、正面はどっちでもいいんですけど、まあ根の感じからするとこっちの方が面白そうかなと。なるほど。どういうふうに変えてくるんですか。とりあえず、縮めたいんですね、はあはあはあ、それとこういう余計な枝を先抜いていくんで、小さい枝ですね、はい、こういう感じで、この幹がこう下に来て、ここから一回、まあ、上上がって、最終的にこれ下げたいんですけどね、うんうん、とりあえずこの辺がぐちゃぐちゃっとしてるんで、これはいらないですね。これもちょっと流れがこっち、こっちに右に行ってるのにこっちに帰ってるんで、これもちょっと小さくして、これも、おっと、これですね、これ。これ？この太いやつですか？これですね。あ、それ切っちゃうんですか？うん。まあ、ここも本来重なってるんですけど、ここに懐の枝を作って、その下に来て、でこいつ頭に来ると、これですね、これが、それが頭になりますね、はい、で少し残して切りますね、ここね、切っちゃう、はい、バシッと、もう少し綺麗にこういうところだと、じゃあトップジンペーストと、結構これ水で取れちゃう時があるんで、はい、ダブルで、はい、はい、それでこの辺がすっきりしましたね、うんうん、はい、でちょっと針金かけに入ってきます、はい、お願いします、どうしようかなというのは、これがこの太い枝がぐるっと曲がってるんで、はい、こちらへ畳み込んっていうのも一つあって、小さくするのはあるんですけど、はいはい、これが挿し枝としてはちょっと弱いんですね、この辺に後で針金かけてくねくね曲げて畳み込むって言うんですけど、はい、この辺にちょこんと作って、こいつを強引にこっち側へ通すような、そういう作り方にして、はい、あとこれですね、これがちょっと間延びしちゃってるっていうのと、うん、この缶抜きになっちゃってるんですね、ここね3本、うん、これ取るっていうのもあるんですけどね、これ取っちゃって小さく作るっていうのがあるんですけど、とりあえずこれを取って、これを強引に下ろすという構想でちょっとやってみたいと思います。はい。この時ちょっと、うん、残しますね、ここね。はい。はい、残すと、まあ、ここから自然にこう枯れていきますんで、うんうん、ここを元で切ると中まで焼き込んじゃう可能性あるんで、なるほど。ちょっと残してこう切る。みんなそうです、そうですね。太い枝なんで、この枝とこの枝をかけていきます。これは2本かけるようになると思うんで、はい、これとこれ。で、あとは例えばこれとこれとか、はい、いう感じですね、まあ、紙1枚隙間開けるっていうんですけど、はい、針金かけるとき紙1枚ってかなり難しいんで、はい、まあ、とりあえずこれまでかけといたら、今度こちら側をこうねじりながらねじりながらかけていくようにしますね。だいたい針金こう上からこう押さえないってことですね。だいたいね、我々も針金かけて見てると、ベテランの人とそうでない人の差が、こう手は下に、枝の下にですね、でこう押さえながらやると、腕にやるとこう葉っぱ傷めちゃうんで、その針金のかけてる方見るとなんとなく人がベテランかどうかって分かります。こういうのも枝の下だったらこの枝の下って、そうすると今度これとこれが掛け合わせがやりやすくなりますんで、これが上行ったり下行ったりするとやりづらいんで、枝の下と。あ、ちなみにこれは銅線ですけど、銅線の場合だいたい曲げたい幹の3分の1ぐらいの太さ、でこの辺曲げたいんで3分の1ですけど、この辺だとちょっと3分の1よりも細いんで、はい、先ほど言ったように2本掛けでやるようになると思います、切る時も本当は下の方で切った方が、まあ綺麗に見えるよと。枝の方下の方で切った方が、ただどうしてもこう最後押さえたい時ですよね、はいはい、
こういう時は上に来る時もありますけど、うんうん、まあ、その時の、まあ、目的によってですね。あとこのぐらいのサイズで購入したんですか？そうです、まあ、もう買ったそのまんまですね、はい、持ってる木じゃないんで作って遊んで手放しちゃおうと。はい、枝が重なっちゃってるんですけど、うんうん、こっちの枝の方が細かいですよね。この小枝がこの枝とこの枝、これが間延びしちゃってるんで、うんうん、こっち取っちゃいますね。はい、はい、で切ります、はい、でこれをかけるときに次にこの枝とこの枝かけるよっていうことを考えたら、うんうん、今下にこの枝の下側に来たんで、この枝の下に針金が入るようにこの、うん、これの下ですね。基本は、まあ、斜め45度のピッチがいいんですけど、と無理にピッチを短くすることもあると。ちょっと見た目を気にするようであればこういうところは少し詰めてあげると、うんうん、なるほど、はいはい、まあ少し綺麗に見えますよと。こういうのもどっちに曲げるか、例えばこのままこう巻くとこっち巻きになるんですけど、うんうん、こっちの方が素直かなと思ったら、はいはい、先にこう曲げとくんですね、うんうん、曲げといた上でこいつをこすってやると、はい、ということですね。はい、針金は回し直すのかと思いました。ええ、曲げてから曲げるのもあるんですけども、うんうん、ねじってからかけると。なるほど、いうテクニック、テクニックで、あとこいつですよね。これを下の方に下げたいよって話をしたんで、うんうん、ちょっと一回イメージを、はい、ここがダラダラっときちゃってるんで、うんうん、一旦下げたいですね。この辺で一回下に下げますね、はい、これをね、これを一旦下げたいっていうんで、ここを背中に針金があるところでこう曲げていくと、はい、どうですかね、うん、もうちょいか、そうですね。で、せっかくここまで来たんで、うんうん、これを下げるとこまで、はい、こんな感じですかね、はい、少し寄せたいな、やっぱこっちに返したいんですよね、ちゃんと針金があるところを曲げていくような、うん、そうですね、はい、はいはいはい、こんな感じですかね。ダラーンとすると鍋ずるって言うんですけどね、うんうん、やっぱり少しクッとここら辺は鋭角にこれに入れてあげると、ここでこういうカクンカクンという曲がりですかね、はい、はい、これで少し小枝に針金をかけていきたいと思います。詰まった感じしますね。そうですね、あ、まあ、これが一番差し枝なんで外出したいんですけど、うんうん、ここら辺にこの枝を畳み込みたいんで、うん、一旦ここを閉じるんですね、うんうん、ここら辺をギュッと曲げていきます、うん、できればこれぐらいまで、はい、ここをねグッと締めるっていうのは雑巾に限らず五葉松も小白類も一緒なんですね。ここをこれ撮影できなかったらカットでいいんですけど、はいはい、股は開くなって片岡先生って言ったじゃないですか、うんうんうん、あの先生の口癖で股は開くなって、要はここがこうカエル股って言って、うんうん、こういうのは美しくないんですよね、うん、なるほど、こういう出方、例えばここにこういう幹から出てきた太い枝があって、はい、そこに出る枝がこういうなカエル股って言うんですけどね、うんうんうん、こういうのは美しくないと、ここは一旦キュッとこう締めるわけですね。なるほど、一旦締める。で雑巾なんかも絶対そういうやり方するんですけど、ここをこう閉じることによってここが美しく見えるわけですね。
ギュッと詰めると、はい、長いやつだと取っちゃいます。股を開くなっていう言葉が使えるか、使えるかはそれ後でやってください。股を、ね、開くなって大丈夫と思います。その股じゃないですから、ね、股を開くなって、うん、これにただ取り込んで、なるほど、はい、でこれも裏枝なんで、うんうん、これに持ってきたいんですけど、ここも今また開いてるんですよね、はい、または開くなってですね、または開くなってここを押さえると、ここをすごくこうケアしながらですよね、ここを一旦寄せますね、ここに、うん、幹に近づけるってことですよね、はい、で針金の外側のところで折り返すと、はい、これもじんわりじんわりですね、そうするとまた今度ここの背中のところで折り返してあげると、うんうん、そうするともうほとんどくっつくぐらいまでぐーっと押さえ込んで、一旦ここで内側に折り込んでまた外へ出すと、そうするとほらここでもうこじんまりできちゃったわけですよね、はい、これも結構なテクニックです、はい、折りたたんでこれぐらいまでいってもいいですね、そうするともう全然さっきこんな風になってたのが、さっぱりしましたね、ギュッとこう内側に折り込んでいって、五葉松ってやっぱこう伸びちゃうじゃないですか枝が、やっぱこういう風にしてまとめていくんですね、そうですね、それでこうね、これにここが上に上乗っかってくれば、はいはい、棚ができちゃうと、うんうん、だ2つ分けてもいいですけどね、ちっちゃくね、なるほど、どこもちっちゃくやってちっちゃくっていう風に作り込んでいくと、はい、これ結構今いい仕事しました、これこれ結構いい仕事してますよ、いいあのでも本当に分かりやすくて、これだけ畳み込めればなかなか、うん、ちょっと怖いんで、ね、普通はね、なるほど、あとはこう目を起こしていくみたいな、細かくかけてって感じですか、そうですね、はい、棚をあとポンポンポンと作っていくんで、まあ、こういうところもちょっと後で やりたいと思います、なるほど、はい、実はこの木なんですけど、はい、ネットオークションでですね2500円で落札した木なんですよ、えらいラッキーだった、すごくないですか、まあ、この古さでね2500円でいいな、ただまあご覧の通りで同じところから枝がたくさん出てて下にもいっぱい出てて、もう枝の出が良くない、だから多分持ってた人もこれじゃしょうがないだろうということで手放したんだと思うんですけど、まあこれで完成して、枝の出は悪いんだけども、枝を棚で、葉っぱの棚でね、こうごまかして、まあごまかしてってわけないですね、見栄えを良くして、見栄えを良くしてやっていけば、最終的にはやっぱりパッと見た時ってこう棚で見るんで、ですからそれなりの木になるんじゃないかと、でもびっくりしました来年お祭りがあればね、うん、お祭りで安く、安くないな安くない、はい、でもね、はい、その金額じゃこれ、うん、なかなかね、やっぱ、ね、こういう時代がね来てるって、もうこれだけでいいんですよ ね、こういう根はね少しやっぱ枯れていくんですよ、どん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 、うんうん、もう細い根は枯れていくんで、そういうのも大体分かってるんで、うんうん、手放すんだったら早いうちにっていう、もうこれなんかもうかあれですもんね、完全に土に、ね、刺してないってことは枯れてるってことなんで、うん、これも全部取れちゃいますね、今はこうゲートして見えるんですけど、うん、なくなっちゃうってことですよね、こういうのが、はあ、太いのが何本かに淘汰されていくんで、いいですね、安く仕入れて、そう自分で作って、そうあとはもう次の世代の方にっていう、そういうことですよね、はあ、これはでも盆栽の楽しいところ、まあ、楽しいところですね、一つですね、はい、あと商売の方はですね、あえていらないなって枝をこう残しておくんですね、はい、そうですね、そうこれは趣味家の人が切るのを楽しみにするために、うんうん、客引き枝って言うんですよね、引かれちゃって買っちゃうんですよね、あここ切ったらもっと良くなるなっていうここ切ったら良くなりますよとかって言われて、客引き枝って言ってね、アシストですよね、そうですね、あとゴール決めてくださいみたいな、そうなんですよ、それでねこれがすごく、今は太いやつはいらないんですけど、うん、これがすごく良くてですね、常にこれ手の中に入るんで置いとけるんですね、力の入るピンセットみたいなことですか、それなんなんですか、盆栽の道具ですか、これはね多分医療道具かなんかホームセンターで売ってて、ホームセンター、うん、これはね私が自分の中の道具で一番重宝してる、ホームセンターで売ってるんですね、売ってますね、手に入るからこれ持っててそのまま針金かけられるんですね、何売り場ですか、なんだろう、でも医療かもしれないですね、医療か工作か、
そうですね。でこれがここに行って、まあ、たまたまうまくいきましたけど、たまたまこの辺も針がね細いですから、これで先端まで行くと、はい、ここに負担かかっちゃうんで途中でやめなきゃいけないんですけど、うん、やめるのも次の針金をかけるこれとこれもしくはこれとこれですね、はい、まあ、これ3つあるんでこれとこれそれから、これとこれとかっていう風になるんですけど、うんうんうん、ここまで考えるとこの次のとこまで行っといて切ると、我々プロじゃないんでね、やっぱりその見た目でさっき上がいいよとか下がいいよとかって話しましたけど、はい、まあ、とりあえず聞く針金かけをやんなきゃいけないんで、我々はまずどこまで持っていくかっていうのを優先して考えると、うんうん、はい、ね、これも針金がここまで来てますから、はい、これを軸にこっちの枝とこっちの枝を掛け渡すと、うん、常にね、なんか将棋と一緒で先のことを考えて、じゃ途中で参りました参りましたって投了ってたまに針金短かったりしてね、うん、本当はねこれももう一本持てるとさらにかっこいいんですけど、パフォーマンスでやる方いるんですけどね、いるんですか、いるんですよプロの方、これできたらすごいなと思って、指があと2本ぐらい欲しいんですけど本当これが両方持てたら最高ですね、それだけちょっと覚えとこうかなそうですね、持てるようにそうですね、切る防災はないですけどそうこういうのも横行ってますけど、ちょっとこう上に上げながら かけてあげる、そうすると針金かけなくていいんですよね、横向いちゃってるとダメですけど、まあ、目起こししてあげるってのあるんですけど、このままこちら側にこうねじりながらやってあげれば、巻きながら、はい、やれば無理してかける必要ないってことですよね、はい、でこれで上手に切れるとかっこいいんですけどねそれ針金切り用のやつなんですか、これ針金切り用ですね、そうなん、これはマサクニってやつですよね、針金切り用のって、うん、針金切りはいっぱいあるんですよ、これですよね一般的には、でこれがでかいのがあってこういうのがあってこういうのもありますね、これバネ付きの、これもマサクニなんですけど、これとあとそれのね、うん、実は中間がめちゃくちゃあるじゃないですか、めちゃくちゃ針金切りめちゃくちゃあって、これですね実は意外と一番よく使いやすい、こういうあの細い奥の方までこう入ってくんで、なるほど、で結構これ太いの切れるんですよね、18番なんか全然平気で結構よく切れるんで、これまたちょっと特殊な鋼のようで、それどこのやつですか、これはね金心さん、金心さん、金心さんはあのモニターっていうのやってて、これも金心さんですね、これが使いたいって言うとそれが送られてきて、それでモニターアンケートを答えるとタダでもらえたっていうのがあったんです、マジですか、マジこれで、あまりにも悪いんで1個買ったっていうそれはあの一般的にはこれぐらいのサイズですか、うん、これが一般的です、うん、これが一般的ですよね、これはちょっとでかい、これもマサクニですけどね、僕小さい盆栽結構好きなんですけど、うん、そうなるとこれよりも小さいのはこれかこれですけど、どっちかって言ったらねこっちのが大きいですけど、こっちのがいいんです、いいです、あのすごくこれだけの、いやで言われた てこの原理ですよね、うんうん、これだけの絵があって、あ、ございます、これだけの短さがあるんですごくよく切れる、なるほど、はい、あんでこの目起こしってやつですね、はいはい、あのパッと見た時なんとなく気づくかもしれないですけど、葉っぱがみんな上向いてるっていう、うん、この最後のこの先端でここを押さえながらこうキュッと上げるんですね、はい、キュッてこうダラーンと上げるんじゃなくてずっと行ってキュッと上げるっていう、うん、首を締めないようにって座りました、そうそう、ああそうですね、あそう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 首を締めないように、まあ、この辺が一番挿し枝の引いてるところがほぼいい感じになってるんで、こういう枝ですよね、はい、こういう枝を横じゃなくてこういうここら辺の間のところにこう乗せてあげるんですね、で全体の棚を作ってあげると、はい、でやるときは必ずこう下からこう触らないところですね、まあ、目起こししながらやるような感じで、で棚がポンポンポンと落ちてきて、うん、問題はこいつなんですよ、これが間延びしちゃってるんで、うーんうなりますね、これちょうどこことこの間あたりにね、うん、こう収まってくるとそれを持ってきたいと、ね、すごい畳み込み、これ小さくまとめたいんですけど、うん、いくかどうか、これ枝接近してるのもあって、うん、ちょっとここの行き場がないんで取りますね、これでどうでしょう、うん、だいぶすっきり
そうですね、した感じが、まあ少しこれだけ無理した後なんで、日当たりと風は少し入れてあげたいんで、ちょっとほんわかほんわか作りましたけど、こうすっきりさせたこの間のところにこの裏枝がこう出てくるっていう、そうですね、この奥行き感がこんなところで、はい、大体あとは枯れずに枯れずに、はい、いや、ポイント、ゴーマズのポイントとしてはやっぱこう畳み込む、そうですね、相当畳み込む、結構これなので、ね、でも割れてないですよね、うん、畳み込んで、やっぱこう枝が伸びやすい、そうですね、間延びしちゃってるんで、まあごまかしなんですけどね、これはね、全体に畳み込むってことですよね。これで長方のね、これぐらいの小さい鉢に入れればぐっとこうコンパクトになると思うので、確かに、そしたらもう10倍ね、10倍でね、本当にそうですよね、10倍いくんじゃないかな、はい、カットを10倍にする方法、あ、10倍になった瞬間軽い人がいれば、なんで10万って言って全部10万そういうのなんかお金ばっかり今その10万シリーズ、ね、10万シリーズ、のツイタイトルで、そうです、ツイタイトルも言っちゃって、はい、そんなところで、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。こういうところ、このでトゲトゲの感じで頭が、プロの方ですか、プロの方ですか、どうだ、こういう感じも、ふんわりした感じ、ふんわりですかね、そうですね、あんまりこうタナタナタナってねやると、ね、あれだから、こうガラケになってたから、いいんじゃないですか、完成、やった、完成、お嫁に出せますよ。お嫁に出せる。お嫁に出せる。お嫁に出せる。